カ好きの丸くなるまで南部寮。メカ好きの頃に南部寮に入ると、寮地から出る頃には満月になっているほど日数のかかる広大な領地という意味になります。戦国時代の東北で広大な領地を治めた南部氏。戦国時代に入ると第24代当主南部春政が現れ、積極的な領土拡大を行い、陸奥北部を掌握し、南部家の最盛期を築きました。しかし春政にはある問題が、後継者がいなかったのです。そのため春政の叔父、もしくは弟とされる陸奥石川城城主石川隆信、その諸子石川信長を娘婿に迎え、後継者としましたが、その後春政と妾との間に実子春継が誕生。実子に継がせたくなった春政は信長を疎んじるようになります。